早球する二類一種補給する二類種野球のポジションズ二類種は野球やソフトボールにおける内野手の一つ。守備番号は 4? 英略字は2バイト。日本ではセカンドとも呼ばれる。センターラインを形成する守備の一つ。高い守備技術が要求されるものの遊撃手に比べて時間的な余裕があり、的確な語呂処理を行える。一二間を中心に遊撃手と連携して、 当主の後方を守り、状況に応じて、中堅守の手前から一塁後方までカバーするため、守備範囲は広い。打球への反応力、判断力とともに、瞬速を備えていることが望ましい。守備位置が一塁に近いことから肩の強さは、遊撃手や三塁手に比べ重視されないが、外野から送球される中継プレーにも関与するため、あまりの弱型では務まらない。また、 閉察プレイで一塁に送球する際には、ベースカバーに入る方向と送球の方向が逆になる。ため、バランスを崩さない体幹の強さが求められる。処理する打球も強烈なライナーや、テキサスヒットのような弱いフライ、弱かったり不規則なバウンドをしたりするロなどバラエティに、富む。打球処理以外にも、一塁走者の盗塁機とや、閉察プレイにおける二塁のベースカバー、 バントの時の一塁ベースカバー、外野からの返球の中継など役割は多岐にわたり、高度な判断力が求められる。閉殺プレーをはじめとして、遊撃手との連携も欠かせない。さらに、内野の全体を見渡せる位置におり、遊撃でほど守備の負担が大きくないことから、他の内野手に送球先を指示したり保守からのサインを外野手に伝達するなど、体を使った。 プレーだけでなく守備チームの司令塔の役割を担うことも多い。キャンパニス P115、ありがとうございます。